クリスティアン・クエバは、ペルー・トルヒーリョ出身のサッカー選手。サウジプロフェッショナルリーグアルファトフ SC 所属。ポジションはミッドフィールダー。ペルー代表。2013年8月14日、ラーヨ・バジェカーノに移籍した。2015年7月20日、デポルティーボ・トルーカ FC に移籍した。2016年6月2日、サンパウロ FC に移籍した。 2018年7月15日、FC クラスのダールに移籍した。2019年2月7日、サントス FC にレンタル移籍した。レンタル期間は2020年1月末までで、レンタル終了後に2022年末までの契約で完全移籍する。2020年2月15日、CF パチューカに移籍した。2020年8月、 家にマラティアスポルに移籍した。コパアメリカ2015に出場するペルー代表に選出された。大会ベストイレブンに選出された。コパアメリカセンテナリオに出場するペルー代表にも選出された。2018フィファワールドカップに出場するペルー代表に選出された。グループリーグ第一戦のデンマーク戦で VAR によって PK を獲得したが、 PK に失敗し、チームも0から1で敗れた。ありがとうございます。